皆さんこんにちは、ワナリグリビーです。今回はギレンネーボージュン独立戦争期ジオン軍編ガルマ死亡ルート続きをプレイしていきたいと思います。前回予定通りガルマが死んだので目的は達成できたと思います。でこの後なんですけども、せっかくね、もう中盤ぐらいまでプレイ進めてますのでこのままプレイしていきたいと思います。この後連邦軍がオデッサ作戦を発動してくると思いますのでオデッサの防衛、それにカウンターという形でベルバストの攻略、このあたりを進めつつ、さらに連邦の宇宙での反攻作戦に対してソロモンの防衛力を高めておきたいと思います。では時間を進めていきます。キシリ、ベルファスト基地に敵部隊が集結しつつあるとの情報を入手しました。オデッサ作戦の情報が入ってきましたね。大規模な軍事行動を計画しているようです。オデッサ作戦。資源の乏しいジオンの生命線を断ち、同時にヨーロッパにおけるジオンと連邦のミリタリーバランスを一変させようとする連邦の一大反攻作戦である。狙いはオデッサか。そのようです。だが戦線は地球全域に広がっている。オデッサ一つにどれほどの価値があるというのだ。価値は作るものです。使い道ならいくらでもあります。なるほど、策はあるのか。お任せを。キシリアからマクベにオデッサ防衛の指令をという話ですが、これは却下します。オデッサ自体にはすでに大部隊集結させてますので、マクベに任せる必要もないし、核を使う必要もないという状況ですね。なので正攻法で部隊で守りつつですね、逆にカウンターでベルファストを攻略していきたいと思います。生産の方ですが、ドームが開発完了しましたので、これから陸上地球上での戦いはこのドムを量産していきます。ズゴクはすでにだいぶ生産数が増えてますので、しばらくの間はねドムを中心に生産を増やしておきます。閣下、ベルファスト基地は反攻作戦を発動させたことで戦力が低下しています。今ならベルファスト基地の防衛を、連邦のオデッサ作戦が発動してベルファストの守りは薄くなっているという話ですね。なのでカウンターでベルファスト攻略戦を活用していきたいと思います。ではベルファスト基地の攻略作戦を始めます。すでにですねオデッサ作戦は防衛済みです。なのでここからは再び地球侵攻作戦を再開していきましょう。まずドズルの部隊が先行してベルファストに入ります。この後ですね、コンスコンの部隊とトワニングの部隊が後続で入ってきます。なので、ドズルの部隊でまず地固めですね。拠点の確保を行って、その後の後続部隊をすんなり迎え入れられるようにしていきましょう。それにしても多そうですね。このベルファストの敵部隊のこの数。ガンダムタイプ、ガンキャノン、呪文なんかもいそうですね。一方のこちらなんですけども、見ていただきましょう。ズゴック隊です。ズゴックをずらっと並べて、その方がアッガイやゴックなどのね、水陸両用部隊で固めてます。で、一部、ドズルの部隊だけですね、専用のザクになってます。なので、このまま、まずは、拠点の確保へと走りましょう。ズゴックはですね、水陸両用と言いつつ、地上戦でも十分に、戦果を上げてくれるね、そういうモビルスーツになってますので、使い勝手は本当にいいですね。コストはその分かなりかかります。まずは敵の航空隊と、戦闘状態に入りました。できるだけね、敵の航空隊は、
味方の損害少なく撃破していきたいところだとは思うんですけども、数がねご覧の通りめちゃくちゃ多いですね。ベルファストの攻略作戦を行っていますが、ルナ2からソロモンに向けて敵部隊の発進が確認できそうですね。なのでこれ迎撃作戦をね、展開してソロモンにたどり着かせないようにしたいと思います。ルームの戦いで失った宇宙艦隊の再建を果たし、大規模な宇宙反攻作戦を開始しようとしていた。連邦艦隊はソロモンに攻撃してくる可能性が高い。しかしアンズルなドズル、キシリア、増援は出せるな。無論です。できる限りの戦力を出しましょう。戦いは勘だよ兄貴。アバウアクーの戦力を今すぐ振り向けてくれればいい。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てを。振り向けるよ。出撃準備をさせている。あとは命令書通り作戦を遂行すればいいのだよドズル。キシリアもな。はい兄上も。ドズル、支えてくれればジオンは勝つよ。兄貴、今の戦力だけではソロモンを確実に守れるとは言い切れん。これはソロモンの防衛に専念する。許可してくれるな。どうする。ソロモン専念はこれ拒否します。これソロモンの防衛をですね、ギレン総帥自ら陣頭指揮を取ってもらうと思います。兄貴には分からんのか。俺はどうなっても知らんからな。ではコンスポの部隊が到着しました。さすがに数で圧倒されて戦線を後ろに避けていたんですが、再び前へと押し出していきましょう。この後ニューヨークからトワニングの部隊がシーマのモビルスーツ隊を引き連れて突入してきてくれるので、そうするとまたね戦況が一気に変わってくるかなと思います。ベルファスト騎士の攻略戦にトワニングの部隊が到着しました。これで、陣容はだいぶ揃いましたね。一気に上陸戦を仕掛けていきたいと思います。それではですね、ベルファストの攻略完了してますので、この後はですね、今ご覧いただいている通り、
ルナ2から連邦の艦隊がソロモンに向かってきてますので、これの迎撃作戦をプレイしていきたいと思います。その様子をね、次回やっていきましょう。